もう、もう、いろいろな感じは、そうなんですか。自分が見なきゃダメで。確かにそういうのも、会長からした立場であれば、すごい嬉しいでしょうね。自分が教えた選手が、そうそう。だからもう、チャンピオンになると。アマチュアのエリートばっかりだね。はいはい。エリート組と何組でしたっけ。叩き上げで3人とも叩き上げ叩き上げで世界チャンピオンになった人いましたっけ。ユネグラジム、はい、はだからガッツさんぐらいですか。柴田さんとかもそうじゃん。でもその時はエリートコースとかないでしょ多分。まあ、ただやっぱり素質があったんで、はい、エリートコースで。あ、そうなんですか。会長が全部やる感じで、それがあるんで、自分が会長になった時はもうトレーナーに任せて、はい、自分はもう一切もう、でもたまに言いたくない。一切言わないですか。一切言わない。言いたくなりません。言いたくなっちゃう。トレーナーにはやっぱり言いますよね。まあ、トレーナーには言うけど、俺ら絶対言うでしょ。僕言いますよ。結構畑も言うね。トレーナーには言うよ。それではトレーナーに言うよね。だから、うん、トレーナーにはね、選手には言わないかな。でもミットとか僕らたまに持つんですけど、選手のその時言うじゃん。そういうことやろ。でも私も言わない方かな。絶対言いまくってます。いやいや、ある程度任してる。いやいやいや、じゃあ今考えたらあんまり、じゃあ何年も前は言ってたけど。会長は全くミットとかも持たないですもんね。もう何年も。何年も。川島勝茂が最後かな。あ、八重樫まで持ったって。あ、そうなんですか。八重樫が言ってたから。持つと、傷が出ちゃうの。そっちっすか。そっちだと、ここ痛くなりますね。うん、肘と。手首、本当になっちゃうんだよね。鍛えてないとね。なるでしょう。パンチってすごいですね。本当そのパンチで殴られるんですからね、顔を。こうなりますよね。俺一応名前書けるぞ。ひらがなで。やっぱり昔ね、自分なんかでも練習しないやついたけど、はい、今のボクサーでもね、すごい練習ですよね。練習しないと一人もない。いや、それは大橋ジムでしょ。いや、もう全然すごいでしょ。2、3時間バンバンやるんだ。はい。ロードワークもすごいし、いいですね。やっぱロードワークも見てるんですか。いや、それも見ない。それも全員任せて、絶対行かないやつ。トレーナーは見るんですか。トレーナーは見てるんです。あ、行くんですか。あ、トレーナーがね。会長はジムは毎日いらっしゃるんですか。毎日も、うん、来ないよね。何時ぐらいから来てるんですか。いや、もう全然バラバラだけ だけどいるときはもうずっといるし、基本的に毎日。毎日。まあ、子供の育成もしてるわけでしょ。小学生とか、はい、そういうのは目立ったら。小中学生も多いですか。やっぱり今チャンピオンがいるから多いか。今ね、中学2年で俺がモンスターって井上つけたでしょ。井上モンスターって、そういうのはつけてないのよ。で、初めて2人目、そいつをゴーストってつけた。ゴースト、ゴーストって幽霊だっけ。幽霊だよ。モンスターゴーストにしたらいいんじゃないかゴースト、まあこれがやっぱ中2でも、もうキッズのずっとチャンピオンで、あれ18勝15 KO とかそんな感じだな。バンタムで 1m80 あるんだ。あ、そんなあるんですか。すごいね。すごい。そんなですか。右ですか、左。右です。あと選手のモチベーションでね、結構子供はモチベーションで、ね。モチベーションで、ここばかりはね、わかんないんで。で、俺名古屋もやっぱりすごい強いのはしたんだけど、ここってわかんないよね。はい、それ一番心配だった。プロで戦えるか。蓋を開けたら、もうここが一番強かったっていう。あ、いいですね。これは生まれつきだね。これは才能なんですよね。生まれつき。こればっかりは。これはそうね。生まれつきで。滝行しても無理無理。何ね、火に浴びても無理なんですよね。うん、こればっかりは。やっぱ強いやつってやっぱ全然違いますよ。やっぱり。喧嘩ないしてるやつね。喧嘩ないしてるのが一番強いですね。リングをいつでもやるよって感じね。それで真面目にやってるやつは強いよね。それでチャランポラのやつはダメだけど。いや、メンタル強くても続けるか続けないかっていうメンタルもあるじゃないですか。それもね、続けられん、はい、私いつも例え話言うんですけど、プロ野球って年間140試合、145試合でしたっけ、年間145日日の目を浴びるわけですよ。まあ一軍はね、一軍はね、ああいう大会場で、うん、東京ドームとかで試合してガーッね、すごいって言われてさ、応援されて。ボクサーって、じゃあ井上チャンピオンもそうですけど、年間365日の間、ほぼ 1% しか日の目を浴びないわけじゃないですか。だからそうだね、ボクサーって本当しんどいでしょ。毎日が、うん、そうだよね、地道なチームワーク、うん、日の目を浴びないわけですよ。だからタケちゃんの歌を歌っててくれたジョーさん、ジョー山田さんが照りつける太陽、
長い道のりっていうこの歌詞があるんですけど、これってまさにボクサーで、照りつける太陽っていうのはそこまで浴びるまで長い道のりをあるわけです。ボクサーはほぼほぼあの日が当たらないわけじゃないですか。だからボクサーって因果な商売だなと思うんですよね。だけどそこに耐えられないやつがほとんどなわけですよ、まあ、ね。そう、あれも耐えられないんだよな。そうですよ ね、 そうだね、長いしね。毎日リング上がれるんだ、まあ体的に無理ですけど、毎日リング上がれるんだったらもうちょっと頑張る選手って増えると思うんですよ。で、井上チャンピオンぐらいになればすごい日が当たりますけど、うん、今普通の世界チャンピオンでも日の当たらないチャンピオンいっぱいいますからね。でももうすごいな。でも井上チャンピオンのやっぱりみんな見習って次々ってもう出てきそうでしょ。何人ぐらいですか、世界狙えるの。いや、まあ結構いるし、また新しい選手も入ってくる予定なんで、チャンピオンクラスよね、はい、うん、だけどみんな大橋ジム選手、大橋ジムにいい選手ばっか入っちゃったら、大橋ジム内でタイトルとかやらなきゃいけなくなるんで、あんまり入れすぎても困りますよ。そうだよね。他のジムに流さないと、ちょっと後ろジム流してくださいぜひお願いしますよ。そうだよね、考えたらね、はい、すごいですね、会長。いやいや、本当にもう幸せです。いや幸せ、いや本当毎日楽しいよ。前回あの井上君がなんかあの挑戦者とスパリングやってたら1階級上、1階級上の、ああ、あの海外ですか。そうそう、はい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 、アンディなんとかって、あれは会長も一緒に海外行かれたんですか。あ、海外の選手か。選手がラスベガスキャンプを張ったじゃないですか、うん、ああ行ってない行ってない。あ、行ってないですか。で向こうがやってくれって、ね、アダムなんとか、井上君がまだ全然まだ動けてない時に、うんうん、アダム・ロペス、アダム・ロペス、スパーリング、結構いい動画だけ、はいはい、あ、いや、でも井上全部圧倒してるよ、はい、井上は全部圧倒してる、あ、そうなんですか、全員、じゃあ向こうのいいとこばっかり流してるんですか、そうなんだ、そうなんだ、全然全然、あ、そういうことか、ただ、あの一人、あの岩さんに勝ったラグビーとか、はいはいはい、あれが一番いい選手かな、あれ強い、あのロマチェンコのパートナーで、はいはい、また来月から井上のスパーリング来るんだけど、あ、すごい、あれ来たけどやっぱりいい選手、フェザー、まあフェザーが、ね、やっぱディフェンスがもうフルトンに出て、すごいいい選手、俺もしかしたらフルトンより上手いかもしれない。だからそういう選手やってんだからね。それでどうしどうだろう、うん、落ちてんの。あ、まあまあこの間も全然すごいな。ただやっぱり一番苦戦してるかな、足使ってね、距離感があると難しいですよね、うんうん、だから岩佐君もこれね完封されたから、そうみたいですね、それでインテグルになるんですね。まあ、ちょっとパンチがないんだけど、パンチあったらいい選手なんじゃないかな。だからアンディがだんだん直哉さん階級上がってきたんで、自分とやろうって言ってくるんじゃないかと思ってドキドキしてます僕アンディのことも結構気になるんですよ。僕アンディ結構好きなんですよ。どうなんですか、もうアンディ世界決まればできる感じですか。だから、うん、まあ清水もチャンスやって、ね、はい、次はもうアンディに、はい、アンディにかける感じかな。であとは次武井か。あ、武井君ね、井君、ただ天心はでもこの間いいボクシングうまいですよね。早いよね、ずがしこいっていうか、まあ、この間ね KO できなかったからいろいろ賛否両論あるけど、はい、俺はあの判定になったのが良かったね。やっぱあれだけ完封するボクシングってやっぱりデビュー戦でしょ。武井と天心面白いね。世界じゃない舞台でも OK ですか。まあ、まあ、そこまで話してないけど、世界戦まで伸ばした方が良くないですか、どうせやるなら。まあ、じゃあ勝った方が超、あ、挑戦者、あ、ね、それは面白い。へえ、面白いでしょ。現に武井君はカウンターで一発のパンチがあるじゃないですか。パンチは間違いなく、まあ、武井君もありますよ ね、 ありますよね。ただ10ラウンドでも12ラウンドでも完封されちゃう、はい、あ、技術を持ってるか、ちょっと技術はあるかな。そうですね、うん、確かにね、うん、だからね、やってね、天心勝ったら井上尚弥に挑戦、まあ、武井上がったら違うチャンピオンに挑戦みたいな。ああ、すげえ。それも OK なんですか。いう話を。でもそれ、そうなんですか。3、4年後でしょ。3、4年、5年後ぐらいでしょ。今じゃ桁違いだからね。今はね、もう。今じゃ井上チャンピオンに失礼でしょ。そう、ね、だから桁違いだ。でも失礼っていうか、そんぐらい上に上がってきてくれた方が。だからまあ2、3年後の話でしょ。楽しいよね。2、3年後ね。2、3年後ね。でももう日本が湧き上がって。2、3年後どうなるの。フェザーに上がってんじゃん。まあ、なっちゃうな。ね。会長、え、これもちらっと聞いたんですけど、井上チャンピオンはスーパーバンタム級でもうストップするっていう話も記事には書いてた、まあ、星さんが言ってたんでしたけど、記事には書いてる、まあ、俺が言ってるのはフェザー級終わってライト君にはデイビスって言うんでしょ。はいはいはい、最高だね。最高、同じぐらいだから、あれと最後アメリカでペーパービューテレビでやったらどうかって話。大橋さんの
会長の希望としては、ね、いやいや本人に話して、今の体重、さっき聞いて今の体重は何キロだっけ、 63 ぐらい動けるから、ね、身長同じぐらいなんだよね。デビューですか、同じなの、160、筋肉だるまみたいなもんね、うん、でも面白いんじゃないかな、でもまあまあまあ、そこまでいったら大変な、うん、大変な階級制覇でしょ。何階級なんの、6階級7階級、今回のスーパーバンタム級で4階級ですね、まあ、で4階級でフェザーで5、スーパーライト級だから、まあ、ちょっと契約で7階級ですよ、タイトルじゃなくても、あー、まあ、そうなればね、モンスターが誰がやるかで金なのかな、7階級で、まあ、本人もだからあのデビスも、いや、やってもいいけどそんなにあの俺は落とせないよって言ってるからね、上がってくるならやりましょうみたいな、まあ、夢話でちょっとここまで上がってこないでしょ、うん、と言ってるけど、で今回の井上のフルトンも見に来るって言ってたんですよ。ああそうそう言ってる、デビス。でもなんか捕まっちゃったかなんかで、あそう、え捕まっちゃったの、ね、昨日それ見たのに、ね、うん、会長あのちょっと縁も竹田で最後になっちゃうんですけども、はい、あのバンタム級4団体制覇した井上チャンピオンが、うん、今度新たな階級スーパーバンタム級でフルトンにこの度挑むんですけども、スーパーバンタム級の青写真みたいなのをちょっと描いていただければなと思うんですけど、まあやっぱり勝つか負けるか、勝ちますよ、まあ、その勝負でやっぱり挑戦者で行く井上っていうのも久しぶりだな、あ久しぶりだな、久しぶりの挑戦者、挑戦者の井上、バンタム級4団体制覇するのは4年何もかかったんですよ、4年ちょっとかかったんですよね、ってことは4年ぶり以上の挑戦者ですもんね、うん、もう久しぶりの青コーナーから出る井上、あチャレンジャーになった時の井上っていうのはで実はすごい強いんですよ、うん、だと思うね、うん、まあ、だからそのね、僕は勝ち負けの勝負だって言ってるけど、まあ、井上尚弥のまた 1.5 倍その気持ちも強くなってくるんで、違う井上尚弥が見れるんで、あーはーはーはー、そこを見てもらいたいですね、今の気合の入り方って全然違うんで、なるほど、見たいね見たいね、いい練習してましたしね先ほども、うん、そう ね、じゃあ今日は本当にあのどうもありがとうございました、長い間お忙しいところ本当にありがとうございました。また頼みますね。またあの半年に1回ぶり、半年に1回ぐらい出ていただけると。もちろん。2年。約束ですよ、約束ですよ。2年も経って。じゃあ、今度だからタイトル取ったらやりましょう。はい、ね、終わりましょう。ありがとうございました。最後の井上が来るかもしれない。OK ですよ。今日来るのかなと思ったんだけど。